どうもーちでーす。はい、今回もですね、こちらつぶつぶからでスクラッチ5日目ですね、やっていきたいと思います。まずはこちら、ほっぺが赤い粒でスキル8回ですね。ほっぺが赤い粒か、ほっぺが赤い粒ね。あ、いたいた、これにしよう。ほっぺが赤い粒、レイヤ姫ですね。数箇所でまとまって粒を消すよっていうキャラクターですね。アイテムどうしようかな。とりあえずまだ1回目だから何も使わないでやってみますか。8回いけるかな、何も使わないで。なんかギリギリいけるかいけないかぐらいだと思う、8回って。結構ね、案外難しいんですよね、使わないと、何も使わないとね、8回って。7回とか6回ぐらいはまあまあいくんですけど、8回ってね、行きそうで行かなかったりすること多いんですよね。おお、マイツムが出ない、マイツムが出ない。あ、出た出た。そう、このね、パパパパンとやるキャラクターですね。これね、昔レイヤー姫に関してはちょこちょこ使ってました。何で使ってたんだっけかな。なんで使ってたのかはあんまりよく覚えてないんですけど、なんかね、すごいよく使ってました。はい、まあ楽だよね、ポポポポポポポンってね、消してくれるから。問題は8回スキルが発動できるかどうかっていうのが大問題だけど、なんかね、5から4とかのアイテムを使っていれば結構何回も何回もループさせやすいんですよね。アイテム、スキル発動させてすぐ溜まってまたすぐ発動させてみたいな感じなんですけど、なかなか5から4のアイテム使わないと厳しいですね。なんかね、下に落ちきる前に使っても、確かね、このキャラクターは発動する頃には下に全部粒が落ちてくれてるんですよね。あ、これダメだ、全然ダメだ。5回だった、いきなり星2から始まる。さあ、まあいいか。はい、今回は昨日上からだったから今日横から行こう、これから行きます。さあ、鍵来てくれ。最終日一発目鍵はないか、なるほど。じゃあこれ行きましょう、お願い鍵。おお、こっち始めの方が良かったね。鍵来たよ、そしたら。はい、次、455XP 稼ごう。来た XP、 一番苦手かも。455か、あ、ちょうどいい、これにしましょう、ジャスミン、これでいこう。1回目でいきなり失敗したので保険かけよう。今回も5から4のアイテム使ってやりたいと思います。さあさあさあ、行きましょう行きましょう。これだったらまだいけるんじゃないかな、どうかな。まあ、コイン稼ぎ積むとしてもね、有能な優秀なキャラクターですけど、多分昨日まで使ってたキャラクターたちよりはまだやりやすいと思うんだけど、発動も早いしね。あ、やばい、おおお、星1個発生、これ割と早いね。まだまだ40秒台、いいですね。さあ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 、お、2つ目も達成した、これはいけそうかな。なんかね、昨日もね、いけそうかないけそうかなって言って失敗してるからね、怖いんだよね。まあ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 、とりあえず昨日ほどの XP の多さはないから、ちょっと少なめだからね、まだハードル低いんじゃないかな。さあ、どうどう、あとどんぐらい、お、あと5だ、あと5だ。あ、これコイン稼ぎ粒だから、あれだね、コインボーナスのアイテムもつけとけばよかったね、すっかり忘れてた。これはいったでしょう、あと5だよ。あ、行きました行きました行きました。なんとかなんとかっていうか、だいぶ余裕だったね今回はね。まあ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 、あとはじゃあコインを、明日ね、新粒来るからね、コイン稼ぎも含めてやっていきましょう。さあさあさあ。
まあね、前もお話ししたと思うんですけど、僕ジャスミンは唯一コイン稼ぎでは一回も使ってないキャラクターなんですよね。もうこの頃から別のキャラクターをよく使ってたので、なんかね、ジャスミンは使わなかったんですよね。はい、もうすぐ終わりですね。よいしょ、あとちょっと、あれ、あとちょっと、あと1回発動、よし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 、2681枚でした。おお、でも XP600 もいってるね。すごいすごいすごい、結構いきましたね。よかったよかった、これが一番ね不安だよね。さあ、じゃあ次は上行こうか。ここ鍵来て、おお、来た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 、1枚目も絶好調。さあ次これかな、どうだ、うわ早い段階で大当たり来ました。いきなり来たね。いやでもこれそうするともう今回当たりないんじゃないの、もしかして。はい、で今回も僕の場合はこちらですね、ホグスバース。もうこれしかいない。スキル4の 42% になりました。さあじゃあ一応削ってみようか。多分外れだと思うけど、うん、なんかもう絵柄がバラバラだもんね、多分当たんないんじゃないかな。はい、次200コンボしようですね。200コンボは無難に僕のいつも使っているキャラクターにしましょう。こちらですね、パッチですね。今回のパッチなんですけど、一応ね失敗してるので、また5から4のアイテムだけ使ってやってみたいと思います。もう保険ですね。さあ行きましょう。どうかな、いけるかな。毎回ね途中でねコンボね切れちゃうことがね多いからね、集中してやっていかないとね、いくらパッチといえども失敗する可能性もね200ってなるとあるからね。さあ、まあ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 、1回のねこのね連続はねなかなかの数を叩き出してくれるからね。この時だよね、ティーバータイム終わっちゃった時が一番危険なんですよね。さあさあさあ、よしよしよし、2個目まで達成した、2個目いった、98コンボ、あと、あと100、あと100。ここの段階であと100もあるんだ、なかなかだね。あ、でもだいぶいった、だいぶ進んだ。フィーバータイム中は安心だけどね、それ以外はねかなりね、こう、ここが危険マジで。ここ、あー、やばい、切れた、ちょっと待って、切れちゃった。いや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 、これはまずい、これはまずい、コンボが切れた。いや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 、ちょっと待って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 、これもう無理だ、やらかした、いきなり最初からやらかしまくってる、ちょっとやばい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 、いやこれもう無理だ、うわー。200いかなかった。やっちまった、これはやっちまった。まあいっか、次これいきましょう。お、コイン来るかな、これは。さあどうだ、おお、来た、外れだと思ったけどコイン来ましたね、2000枚当たりました。いやいやいや、やっちゃってるんだよね。次、耳が丸い粒で32チェーン以上ですね。パッチを持ってしてでも大変でした。じゃあ次32チェーンなのでこれ使ってみようか。昨日結構ねコメントにもあった雪の女王エルサですね。失敗しても問題ないので。アイテムはノーアイテムでいきます。ただもうこのキャラクターは全く使ったことがないので、ちょっとねスキル自体もねよく分かってないですね。ただ多分チェーン系だったと思うんですよね。これも行きましょう。どうかな、どうかな、とりあえずいきなり初回で達成したので失敗しても問題はないですね。どんな感じでつなげるんだろう、全然よく分かってないんですけど、あーそっか、あ、これでいけるのかな。おー、
これはめっちゃ楽だ。楽ですね。一気に達成した。あっさりでした。へえ、初めて使いましたね。これでこんな感じでつなげて、あーやばい、消しちゃった。一気にこうやればいいんだね。チェーンでやる場合はある程度つなげてつなげて、それで一気に消した方がいいってことだよね。うんうんうん、これは結構楽ですね。あああああなるほどね。もう一回やってみよう。ってことはある程度長いチェーンで固めといた方がいいのか。こんな感じか。ちょっとね、完璧に全部埋めることはできないんですけど、これで33チェーン。あ、でも40チェーンとか行かせるのにはちょっと難しいかもね。これで間結構隙間がね、消し方によっては空いちゃうっていうのが弱点な気がするけど。おお、ダメだダメだ、ちょっと待って。あ、もう終わってるなるほどなるほど。40チェーン以上しようとかっていう時には結構難しいキャラクターですね。まあ、32チェーンは全然一撃でいけました。はい、そしてまあこれはもう外れですね外れ外れ。さあ、そしてラストスクラッチですね。ここでコインが来てほしい。さあどうだ。ああ、アイテムか。はい、アイテムでしたね。次行きましょう。はい、これで1枚目はクリアですね。1枚目からボロボロですけど、はい、2枚目いきましょう。ツムを880個消そうですね。ツムを880個は今回は野獣を使ってやりたいと思います。ちょっと今配線の接触が悪くて1回プレイをやめました。再開します。もう1回やり直しますなんかね、画面が真っ黒けっけになっちゃった。さあ行きましょう。スタート。なんかね、ここの下のね、接続部分がね、あんまり良くないみたいですね。さあさあさあ、野獣前回使った時ね、ボロボロだったからね今回はうまくいくといいんだけど。どうもね、なんかこれ本当に野獣をし、まあ、他のキャラクターもそうなんですけど、極力野獣だけを必死になって消して、なるべくスキルを発動させるっていうのがいいらしいんですけど、苦手なんですよね毎回言ってる通りさあ行きましょう行きましょう。どんぐらい稼げるかな。いや、これ、あー、でもこの感じダメだな。この感じはなかなかコイン稼げないやり方ですね、これよし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 。はい、おお、40消した。いいですね。あ、今なんでボム消したんだなんかね、毎回癖でボムね、ボムキャンセルする前に消しちゃう癖があるんですよね。これダメですね。よいしょ。あー、今回はそんなにダメだった。傾けすぎかな。36、微妙まあとりあえずね、コイン稼ぎというよりはどちらかというと880消さないといけないからね、そっち優先ですよね。さあ、いけるか。あと何体、もうちょっとかな。一回失敗してるからね、1枚目でああやばい、これもダメだ。失敗するパターンだ。ちょっと待って、まずい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 。よいしょ。あー、微妙に足りない足りなかった。微妙でもないね、100体以上足りてないね全然足りなかったまあまあまあ、まだまだまだ1回目なのでまだいけます。さあ、じゃあ次上からいきましょう。さあどうだ。ハートからですね。じゃあ次これお願い、鍵来て。おお、来た来た来た、鍵来ました。次、スコアボムを13個消そう。もう失敗は許されないですね、今回はまたいつものあのキャラクターでいきましょう。はい、こちらですね。またまたスコアボムといえばモアナですね。アイテムは保険でかけておきます
もう心配でしょうがない。保険でかけておこう。行きましょう行きましょう。スコアボムですね。なんかね、前回ね、数が違うって言ってたんですけど、教えてもらいました。モアナの数によってボムの出方が違うらしいです。モアナを使っていたから全然知らなかった。ここでモアナがなるべく下にいると、それが全部ボムに変わるっていうみたいですね。あー、今回少ない。あ、でも、おお、結構いってる結構いってる。いいですね。13個。あれ、これアイテムいらなかったかな。全然いけてますね。いけました。まあまあ保険なので、まあいいですね、いいですね。よし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 。いいよね、これ本当に。スコアボムって、なんだっけ、20個以上一気に消さないと出ないんですよね。だからなかなかね、スキルを発動させた時にはポンポン出るんですけど、それ以外で出ないので、13個ってなると、スキルもね、13回できれば発動させないと、なかなか難しい、達成するのが難しいと思うんですけど、このキャラクターはね、それがないからね、すごい楽ですよね。まだあと23秒もある。すごい余裕だ。まあちょっとね、1枚目が波乱万丈だったので。ちょっと余裕を持ちたい。はい。おお、今回いっぱいある。すごい、いいね、いいね、いいね。おお、おお、すごい大量、すごい大量。これで、あー、今回はモアナ少ないかな。2体。少なかった。下にも、下をモアナだらけにした方がいいっていうことなので、ちょっとこれを下までズルズル落としてって、これでどうなんだろう。おお、おお、大量だった。下にモアナ、下をモアナいっぱいにしたら大量に出ましたね。58個とか絶対消せないよね、他のキャラクターじゃね。こんなにね、60個いきましたね。すごいすごい。さあ、そして次ですね。どれいこっか、これいこっか。鍵来て、2枚連続でキャラクター鍵が当たったらすごいね。さあ、じゃあ次、これどうだ。おーっと、鍵が全然出ない。ハートがリーチ、どうしようかな。これいこっか、お願い鍵。おハート当たっちゃったよ。いやー、鍵の出る確率がすごく減りましたね。さあ次、耳がピンクのツムでコインを2700枚ですね。まあこれはね、昨日も使ったキャラクターでいきたいと思います。探すのが大変。あ、いた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 、これですね、ハヌ。2700枚か。一応保険でまた5から4だけかけておこうと思います。もう不安でしょうがない。行きましょう行きましょう。まあ、このキャラクターがね、もともとアイテムを使うとね、すごい効果というか、コインを稼いでくれるキャラクターですよね、確かね。アイテム使わないとね、結構ね、難しいんですよね。よいしょ。まあ、2700枚、いけるでしょう、このキャラクターは、多分。多分いけるでしょう。昨日アイテム使わなくても2000枚一応超えてたんですよね。さあ、今回は、逆にアイテムを使ってどのぐらいいくか。こう豚さんがね、転げなければねダメなんですよね。よいしょ。さあ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 、1回で結構稼げるよね。いいキャラクターなんだけどね、どうしてもね、ガストンとか持ってるとね、使わないよね。あー、よいしょ。1回の削除数はまあ普通ですかね。そんなに重くもなく軽くもなくっていう感じですよね。あとどんぐらい、あれ、意外とまだまだちょっと全然足りてないな。コイン足りてないな。
あと12秒しかない。あれこれいける？なんかいけない気がしてきたよ。あれ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 、おかしいな、おかしいな。余裕のはずがおかしいな。ちょっとギリギリじゃないかい、これまた。ギリギリじゃないかい、ギリギリアウトじゃないかい。大丈夫かな。おお、危ない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 。またギリギリアウトのところだったよ。危なかった、危ない危ない。保険かけといてよかった、助かった。98枚プラスで終わりましたね。危ねえ、ギリギリだった。さあじゃあ削りましょう。え、おー、鍵来ないね。これはこれだとレベルチケットの可能性がすごく高いですね。さあどうだ、おっとダブルリーチですね。鍵来てほしい、行きましょう。さあどうだ、鍵来て、あー無理かー、レベルチケットかー。3枚連続鍵はさすがになかったね。ハードルが高い。いやーリーチだったんだけどな、惜しかったですね。そしてラストスクラッチ、コイン、コイン、おー、いいですね、いいですね。コインいきました。1500枚ですね。はい、これで2枚目もクリアですね。危なかった。何気に結構ギリギリでした。さあ、3枚目いきましょう。マジカルボムを40個消そうですね。ここはマジカルボムを40個なので、オールで行きたいところなんですけど、1回目なので、ホリデーマリーで行きます。1回目はね、アイテムを使わないでノーアイテムで行きましょう。さあどうだ、まあ、ホリデーマリーはねボムに特化したキャラクターなのでいけるとは思うんですが、がもうちょっとね、いけると思うはね当てにならないので頑張っていきましょう。いけると思うって言って失敗ガンガンしてるからね。さあ発動したら結構ボムが出てきてくれるキャラクターなはず。あれ意外と少ないね。4、ああそっかそっか、そうだ、ホリデーマリーはマリーがボムになって変わって落ちてくるんですね。そうだそうだそうだ、思い出した思い出した。これは何回か使ってますね。そうだそうだそうだ、いやーでもこれどうだろう、13、まあ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 、いっぱいいっぱいここでいっぱい消せれば、あー21、あいけるんじゃないかな、これはどうだろう。いやいやいや、このいけるんじゃないかなの余裕が危険なんだよ、余裕が。余裕が破滅を呼ぶんだよ。余裕がねダメなんですよ。ギリギリまで頑張ってやっていきましょう。あー間に合わなかった。さあさあさあ、あとどんぐらい、あと10個か、あと10個で8秒。いやちょっと待って待って待って、また間に合わない、また間に合わない、これまた間に合わないやつ。あれ意外と削除数多いな、これで何。いけ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 と、うーわー1個足りない、くー。1個足りなかった、1個か、なんてこった、ギリギリ足りなかった。まあいっか、これから消して消してじゃない、削っていきましょう。さあどうだ、おお、コインの絵柄ですね、これはじゃじゃんと、おお、コインの絵柄リーチ。さあ次770XP 稼ごうですね。もう770とかこういう桁のぶっ飛んだものは得意なツムでやらないとできないということが分かったので、ガストンを使ってやっていきたいと思います。一応コイン稼ぎツムなのでコインのアイテムだけ使ってプレイしていきたいと思います。770だからね。行きましょう。いやでもガストンで770いけるかな、ジェダイだったらいけるんだけど、ガストンあんまりXP 意識したことなかったですね。いけるのかな、どうなんだろう、なんか自信なくなってきた。いけるかな、
まあ、ジェダイはね簡単にいけるんですけど、ジェダイだったらこっちわかんないっすね。あ、やばい、よいしょ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 。もう350はいった。さあどうだ、今回成功しなかったらやばいやばいというか失敗だ。さあ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 、いけるか。ガストンはね、これがね、間違え、ループ間違えるとねダメだからねよし、550まではいってる。あ、やべ、失敗した。あー、突き出た。よいしょ、あと26秒。よし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 、あーチェーンが失敗してる。お、650までいった。もうちょい、いけるか。あと16秒。どうかな。お、あと20、いける。あ、やばいやばい、間違えた。あ、やばいやばい、焦ってる焦ってる。おお、いけたいけたいけた、いけましたいけました。あ、ラストンも800いくんだね。案外いけるんですねあーっと、しかもループが途切れてるあー、もうちょっとで6000いくんだけど。あー、6000いかなかったー、いかなかったいやー、まあまあまあ、でも、XP は達成しましたね。よかったよかったよかった。はい。おー、ボーナスついて8893になりました。さあ、3つ削れますね。よかったよかった。どれからいこう？これいこっか。鍵来て！おー、来ました来ました。鍵来た。最後に鍵が来た。さあ、次。じゃあこれ、対角線上。どうだ？花柄かー。これは？いきますよ、鍵。おっと、ちょっと待って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 、2つの絵柄がリーチになっちゃったはい、次、耳が丸いツムで7回フィーバーですね。耳が丸いツムといえば、今回はこれを使ってやっていきます。パレードミッキーですね。前回ね、フィーバー系で失敗してるので、5から4のアイテムを使ってやっていきたいと思います。保険保険をかける。さあ、行きましょう。7回、前回確か全然いけなかったからね。5回とかで終わってなかったっけルミエールね、全然ダメだったからね。さあ、1回目、あと6回。はい、2回目。このキャラクターはね、まだねよく使ってるんで、パレードミッキーは。はい、3回目。あー、やっぱり5から4使ってるとちょっと違うよね。枚数がたくさん出てくれるからね、発動も早いですね。5回目。よーしよしよしよし。はい、6回目。うわ、なんか早いよ、まだ42秒だよ。これは、あー、やばい、やっちゃった。これはこれはさあさあ、はい、達成しました。お、これはね、いけたね。5から4のアイテム使ったら案外あっさりいけましたね。前回というか、前のスクラッチやった時はルミエールで5から4のアイテム確か使ってやってたような気がするんだよね。うん、アイテムを使えば簡単にいけますね何回いけるんだろう。さあ、今9回、9回、10回、10回でまだ23秒ある。なかなかいい感じに、いい感じに伸びていきますね。11回、20回ぐらいいくかな。20回はいかないか、さすがに。12回、結構いくねアイテム使うとこんだけ違うもんかね。伸びますね、だいぶ。さあ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 、15回。お、これは20回いくんじゃない？いかない
そのだいぶ時間、あ、でも残り5秒か、あ、6秒、さすがに20はいかないか。あ、ダメだね、16回でした。まあ、倍以上いってますね。うんうんうん、前回もアイテム使えばよかったなこれは。そしたらルミエルでもいけてたよね多分ね。さあ、じゃあ見つけずりましょう。どれからいこっか、これからいこっか。さあどうだ、おー、鍵リーチですね、鍵リーチ。さあ次どれにしよう、これいこっか、鍵来てお願い。あー、なるほど、コインが当たっちゃったか、なるほど。コインが当たると鍵の当たる確率はガツッと減るね。でもさっき鍵が当たってるからね、こうなんか2個当たったからね、いけないことはないか。はい、というわけで今回のスクラッチ最後の削りですね、鍵が出るかどうか、こちら削っていきましょう。最後お願いだから鍵来い。あー、ダメだったー。レベルチケットでした。最後の最後に出なかったね、鍵は持ってないな。そしてラストスクラッチですね、お願いだからコイン来てほしい。さあどうだ、おお、ここは来ました、コイン来ました、いいですねいいですね。はい、これで今回のスクラッチ全てクリアですね、終わりました、お疲れ様でした。はい、というわけで今回5日間にわたってスクラッチの方を削ったんですけれども、毎回見に来てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。うーん、前回と一緒でしたね。一番最初に絶好調だっただけで、あとはね、1日で2回キャラクターもらえるっていうのはやっぱりなかなかハードルが高かったですね、難しい。まあ、またね、次スクラッチがあったら同じくプレミア公開でやっていきますので、ぜひ遊びに来てください。あとね、来月の新ツムなんですけれども、今回のオープニングで流したキャラクターたちが新ツムで出てくるみたいです、楽しみですね。またね、これ日が変わって撮影をして、まあ、深夜帯ですね、多分3時とかそこら辺になるとは思うんですけれども、動画公開しますのでご覧ください。じゃあ今回はここまで、チーでした。いやー、最後の最後持ってないなー、あそこで鍵が来たらドッカンだったよ。残念。ありがとうございました。